Rock Fujiyama, bringing the true rock spirit straight from sunny LA. We're gonna crank it up from the start. Marty and Rolly's opening jam. What song are they gonna play for us tonight? Live in Fujiyama, let's rock it! ポール・ギルバートです。日本に帰ってきたぜ。日本じゃないんですよ。We're supposed to be in LA. Lost it. 実はね、ポールさんはですね、最近結婚したんですよ。ああ、ヨマトナレシコを嫁にもらいました。すごいね。じゃあそんなポールさんが最初にガツンときたロックの曲は何ですか？ Van Halen Ain't Talking About Love。いい曲じゃん、それは。Morty versus Paul Gilbert. Get ready! Hell yeah! Hanging out with the Rev, Johnny Christ, and let's rock. Rock of Fujiyama. この番組は完全無料パソコンテレビギャオ DMB の提供でお送りします。ヤマト魂を持った2人のギターヒーローが日本流のロック遊戯で衆を決する、ロック100人一首プレミアム。本日はビッグなスーパーギタリストの2人が戦います。ポール・ギルバートさん対マーティ・フリードマンさんです。今回はヘビーメタルの名作がずらり。読み手のギターを聴いて、その曲が収録されているアルバムを取り合っていただきます。見事勝利を果たした方にはニューアルバムの PV を流す権利を差し上げます。はい、お二人ともですね、ニューアルバムをリリースされたばかりと、はい、いうことで頑張る刺激だよ。先生、同じものロリさん、ギター読みをお願いいたします。Iron Maiden. You got it. Paul さんはやっぱりアイアンメイデンとか聞いたんですか？ They were amazing. They had like the most tall, huge guy come out on stage, and the bass player was famous for putting his foot up on the monitor. And that was a very cool heavy metal pose. なるほど。はい、こうやってモニターに足を乗っけてこう弾く、あれがかっこよかったというふうにおっしゃっております。では続いての問題、ギター読みお願いいたします。Loudness! You got it!
ラヌスが好きですラウドネスの中で好きなフレーズありますか？こう好きなフレーズ。Stole that for a Erasure X song called Into the Night. So, ありがとう、キラさん。自分で暴露した。Judas Priest, Free Will Burnin'! Hunting was City! You got it! Rob Halford would always do this thing where he would go like... like a stair, like kaidan, you know. Rob Halford's monomane をしたい方、これ結構特徴。The Scorpions Blackout! You got it!今のところ3対1で圧倒的にポールさんが有利ですけども、最終問題はマーティの大好きな逆転問題。逆転問題3ポイントいただきます。ポールさん今手を叩いてますけども全く手を叩く状況ではない。それでは最終問題参りたいと思います。マイケル・シェンケグループキャプテン・ニモ You got it!This is actually the one album I don't have, but I know that I remember that song. So thank you for playing the one I know. ローリーさん、この曲を選んでくれてありがとうと。はい、ということですね。6対1でポール・ギルバートさんの勝利です。マッチさん、残念。残念でした。そして、見事勝利を収めたポールさんにはですね、ニューアルバムの PV を流す権利を差し上げます。I hope these notes on the guitar will blow your mind and enjoy very much.ポール・ギルバート殿のキャリア30周年を記念して制作された初のインストアルバム、驚愕プレイの連続にぶっ飛ぶでござる。かっこいい、かっこいい、めちゃかっこいいですね、うん、なんかポールさんと一緒に弾くとなんかすごい本格的にセッションしたくなるんだよ。おお、やりますか。やりましょうよ、やりましょうよ。ミスター・ビッグとメガデスが夢の合体、ビッグです。さあ、ギターファンは涙もの。もうポール・ギルバートさんとマーティのスーパーセッション、やろうよ、やろうよ。今日は何やってくれるの？日本に住んでてからなんか前からずっとなんかあのアメリカと違うなと思ってたのは、うん、ACDC の評価が低いなと思ってたんですよ。アメリカ超人気なのに。そうだよね、はいはい、ポールさんは ACDC どうですか？Oh, I love them. AC/DC rocks. Yeah. They, you know, Angus Young is amazing. I think my ultimate musical fantasy is I wish I was the drummer of AC/DC. It's so much fun to be the drummer. So AC/DC のかっこいいリフをメドレーやっちゃおうよ。いいね。いいね。カエラも弾きたいです。え？もしかして木村カエラちゃんですか？カエラ。カエラちゃん知ってますか？なんで知ってるの？ああ、可愛いからね。ACDC スペシャルセッション。
エシディスすごいじゃん。エシディスもかっこいいけど、やってたね、木村カエラ。結局弾いてましたね。アンガス・ヤングは、not the only person I want to see in short pants. So, maybe I can think of いや、でも、マーティもオカブワールちゃって、すっかり肩なしだよね。ロック100人種も負けちゃったし。もう大変だよ、ロンギ。100人種の負けるなんて、なんか一緒の恥だよ。もう、PV も逃してないし、もう、リベンジさせろ。あ、いいよ、帰るうちにしちゃうぞ。じゃあ対決方法はどうしようか。お、6人じゃ寄りなさにございます。お、出た出た。今日は出番がないかと思ってドキドキしたでござるよ。用意してなかったからね。スーパーギタリストの最終決戦はアメリカンスタイルで決着をつけましょう。お、プレイボール。ギターのメジャーリーガーが激突、ロック A to Z。ギターヒーロー最終決戦は藤山メジャーリーグロック A to Z で勝負をつけてもらいましょう。はい、藤山メジャーリーグのアンパイアはロック忍者よりまささんです。よろしくお願いします。ロック一級入魂、拙者がルールブックだ。藤山ボックスの中にアルファベットが書かれたボールが26個入っています。そこからシェリーが選んだボールの文字で始まるロックアーティストの曲をギターで答えてください。そして見事勝利を果たしたギターヒーローにはまたまたニューアルバムの PV を流せる権利を差し上げます。お、頑張ってください。頑張ってください。頑張って。プレイボール。 D D、 はい、はい、ポルさん Dio。 じゃっちゃん。さあ、今度はいと思いますが、スタンドペッション。はい、燃えろ燃えろ。いいスタートですね。ね。G。 はい、マーティ。Green Day。おお。You got it。You got it。 じゃあちなみにポールさんだったら G なんて答えますか？ Gary Moore。 ドブザマルトだね。よく知ってね。さあ、それどんどん参りましょう。シリーさんお願いします。 You。 You。 お、マッチさん You too でしょう。W。 おい、ポルさん WASP。 おお、来た。テキサー N。 はい、ニルヴァーナでしょう。あZ。 はい、ポルさん Zebra。 あるもんだね。今ね、日本中でね、5人ぐらいしか分かんないと思うけど、マニアックだから。あれ C。 C。 ちょっとマーティの方が早い。The Cars。 メタル。なるほどね、なるほどね。ヘビーメタル。これメタルじゃないんだよ、ロックジャムだ、ロックジャムだよ。これはロックジャム。ロック。おー、ロック。今わかったの？今わかった。番組終わりそうなんですけど。 OK、 ナーベル。やる気満々ですよ。おー、おー、ポルさん。オジー・オズボーン。カタグラにこうメタルスピリットを、ね、貫き通してる感じ、酒飲みみたいで。それに対してマーティは魂売りまくったんだよ。終わらせしようと思ったんだけど、でも何弾くか全然わからない。R。 マーティ。はい、ラモーンズだよ。D。
で、ちなみにポールさんだったらあるなんて答えますか？ Rush。 ドラムなしでやるとすごいね。Scorpions death. Come on, K. Hold on. King Crimson. L. L. Hi, Porza. L. Led Zeppelin でしょ。エイ。エイ。アロースミス。V。ヴィクさんでしょ。僕のヴィクさんじゃないですよ。よくわかったね、そのギターで。嬉しい。はい、Foghat。ああ、わかったわかったわかった。Iron Butterfly。俺はスレイヤーバージョンしか知らねえぜ。この後もギターのホームランが連発だ。続いての問題です。Q。はい。おお。ポーさん。ああ、Queen。Blue Oyster Cult. Shinigami なんて怖くねえぞ。 Why? Yes.かっこいい。ハーツ。ピー。ピー。ポイズン。ジェイ。ジミー・ヘン。ギターメジャーリーガーの頂上決戦は白熱の展開に。互いに一歩も譲らず、いよいよ残りあと1球。ラストです。ラストです。はい、最終問題。 T。 はい。あ、待て、とうとうに決まってる。部屋にも登場してくれたスティーブ・ルカスさん率いる。そうですね。ね、オンエアでは乗らなかった面白い話とかないの？面白かったんだけど、その番組で流せないかもしれない。かなりエロかったんですよ。ではボールが全部なくなりました。両者のボールの数を見てみましょう。マーティさん14、ポールさん12。ということは、今回の藤山メジャーリーグロック A to Z は見事マーティの勝利。Yes. Yes. 残念。ああ、メビフォー。途中まであのポールさんはメタルにこだわってたからね。そうだね。ヘビ、ね、メタルさんじゃないんだよね、彼は。それでは勝利を収めたマーティの PV をご覧ください。マーティのアグレッシブなギター魂が炸裂。
ティーヴ・ヴァイ、ジョン・ペトルシー、ビリー・シーンなどゲストアーティストも超豪華です。以上、藤山メジャーリーグロック A to Z でした。次週のゲストは穴城ベニ。メタリカファンの姫がキュートなシャウトを披露。ここでしか見られないロックなベニ姫は必見でござる。うわ、今日ありがとうございました。ありがとうございました。あ、楽しかった。ね、I love playing AC/DC with Marty. That was awesome. Yeah, yeah, you rocked it, dude. 楽しかった。はい、マーティはどうだった？いや、最高だったね。いつものボーソンの背負いになっておりますけどね。はい、今回も本当になんか楽しみました。いや、今日は本当にギターキッズ涙もののセッションが見れたからね。やった、A と Z 勝ったんだよ、僕は。ね、それ一番嬉しいですよ。そう、嬉しそうだよね。負けたら一生の恥だよ。Fujiyama next week from right here in LA, so don't forget to tune in. And until next week, keep on rocking! Hell yeah! シェリーのバラードに抱かれて。ニンニン、今夜はどんなロックバラードを教えてくれるの？今夜はね、ポイズンのエブリローズハズイズソングだよ。意味深なタイトルね。男が聞くと納得できるバラードだよ。どんなバラにもトゲがある。夜の後ろには夜明けが訪れ、カウボーイが誰でも悲しい歌を歌うように、どんなバラにもトゲがあるのさ。意味深だよね、トゲって。これは女にはみんなトゲがあるって歌ってる歌詞なの？とんだ偏見だよね。シェリーは美しいバラだけど、トゲなんかないもんね。いた！どうしたの？トゲがあった。え？あー、これクリーニング出した時の安全ピン。やだ、取ってくるね。ニンニン、使うかい？かたじけない。Hey guys, what's up? Hope you enjoyed. Make sure you watch next week. And please go buy our overpriced CD. It's the kind of album that Marty Friedman would like. ロック藤山を発信し、日本に本物のロック魂を注入するプロジェクト、大人のロック推進計画のホームページにもアクセスするべし。この番組は完全無料パソコンテレビギャオ、 BMB の提供でお送りしました。